1914年に出版されたレーニンの著作。民族自決権を、ある民族が他の民族の集合体から国家的に分離して、民族国家を形成する権利と定義し、擁護した。1896年の第2インターナショナルロンドン大会は、すべての民族の自決権を承認する決議を採択した。これは、当時ロシアドイツオーストリアに分割されていた。 ポーランドに関し、ローザルクセンブルクが独立の要求を否定し、ポーランド社会党がそれに反論して論争が起こったことを受けてのものだった。ただし、ロンドン大会の決議文にあるすべての民族の受決権が何を意味するのかは必ずしも明白ではなかった。決議文の英文テキストは、フルオートノミー・オブ・アル・イチ・ナショナリティーズ、ドイツ語テキストは、 ドラスセルブストベステムンクズレクトアレナチオネンであり、民族自治と民族自決権の区別も曖昧だった。ドイツ語テキストに従って決議文が解釈されるようになったのは、レーニンやローザルクセンブルクがドイツ語テキストを使ったことによる。ロシア社会民主労働党は、1903年の第二回党大会において、すべての民族に民族自決権を認める考量を採択した。 レーニンは同じ時期に書かれた論文、我々の綱領における民族問題で民族自決権の承認は常に民族独立を無条件に要求しなければならないことを意味しないプロレタリアートの階級闘争の利益に民族自決の要求を従属させなければならないと解説した。一方、ロシア社会民主労働党に加入する交渉のため、 第二回党大会に来ていたポーランド社会民主党は、ポーランド社会党との対抗で、民族自決権を認めない立場を取っていたため、ロシア社会民主労働党に対して、民族自決権の条項を、公領から削除するよう要求し、拒否されて去った。ポーランド社会民主党は、その後1906年のロシア社会民主労働党、ストックホルム大会で、 ロシア社会民主労働党の自治的構成部分として加入することになった。しかし、民族問題に関する立場はロシア社会民主労働党とは依然として異なっていた。ポーランド社会民主党のローザルクセンブルクは1908年から1909年にかけて長大な論文、民族問題と自治を書いて民族自決権を否定した。レーニンは改めて民族問題に立ち返り、 ローザルクセンブルクに対する批判を主眼として民族自決権についてを執筆した本書の概要は以下の通り商品生産が完全な勝利を収めるためにはブルジョアジーが国内市場を獲得することが必要であり同一の言語を使う住民の住んでいる諸地域をこの言語が発達し文献のうちに固定するのを妨げているあらゆる障害を取り除いた上 国家として結集することが必要である。だから近代資本主義のこれらの要求を最もよく満たす民族国家を形成することがあらゆる民族運動の傾向である。資本主義時代の典型的なもの、正常なものは民族国家である。したがって民族の自決とはある民族が他民族の集合体から国家的に分離することを意味し、 独立の民族国家を形成することを意味している。民族運動の見地から見て根本的に異なっている資本主義の二つの時期を厳密に区別する必要がある。一方では、それは封建制度と絶対主義の崩壊の時期であり、ブルジョア民主主義的な社会と国家の形成の時期、すなわち民族運動が初めて大衆的なものになり、出版物や 大義機関への参加などによって全ての階級をどのみち政治に引き入れる時期である。他方では、それは立憲政体を打ち立ててからすでに久しく、プロレタリアートとブルジョアジーの敵対関係が強く、発展した、全く形成され終わった、資本主義諸国家の時期であり、資本主義崩壊の前夜と呼ぶことのできる時期である。第一の時期にとって典型的なのは、 民族運動の目覚めであり、一般に政治的自由のための、特に民族の権利のための闘争と結びついて、最も数多い、最も動き出しの鈍い層としての農民が民族運動に引き入れられることである。第二の時期にとって典型的なのは、大衆的なブルジョア民主主義運動のないこと、発展した資本主義がすでに完全に、 商品取引の中に引き入れられた諸民族をますます接近させ、ますます混合させながら国際的に一体となった資本と国際労働運動との敵対を全面に押し出すことである。西ヨーロッパ大陸ではブルジョア民主主義革命の時代はかなり限られた時期、すなわちほぼ1789年から1871年にわたっている。この時代こそまさに 民族運動と民族国家創設の時代であった。東ヨーロッパとアジアではブルジョア民主主義革命の時代は1905年に始まったばかりである。ロシアが隣接諸国と共にこの時代を経過しつつあるからこそ我々は我が綱領の中に民族自決権についての一条項を必要とする。1896年のロンドン国際大会の 決議は次のように述べている。本大会は宣言する。本大会はすべての民族の完全な自決権に賛成し、現在、軍事的、民族的その他の先制の抑圧のもとに苦しんでいる、あらゆる国々の労働者に同情する。本大会は、これらすべての国の労働者に、全世界の自覚した労働者の対立に参加して、国際資本主義に打ち勝ち。 国際社会民主主義運動の目的を実現するために彼らと共に戦うことを呼びかける。ロンドン大会に先立ってポーランド独立の問題がノイエサイト市場で討論された。三つの検知が述べられた。フラキの検知。ヘッケルはインターナショナルがポーランドの独立要求をその考慮のうちで認めることを要求した。ローザルクセンブルクの検知。 ポーランドの社会主義者は、ポーランドの独立を要求してはならないという見地カウーツキーの見地この見地によれば、インターナショナルは、現在では、ポーランドの独立をその綱領の一条項とすることができないが、ポーランドの社会主義者は、この要求を掲げることが完全にできる。民族的圧迫が行われている事情の下で、民族解放の任務を無視することは、 絶対に間違いである。インターナショナルの決議には、カウツキーの検知の最も本質的、基本的な署名台が再現されている。すなわち、一方では、あらゆる民族に対する完全な自決権の直接の極解の余地のない承認。他方では、労働者に対する階級闘争の国際的統一についての同じく明確な呼びかけ。 1903年のロシア社会民主労働党第2回大会では民族自決権の承認に関する綱領の条項は綱領委員会で議論された。ポーランド社会民主党の代表者はそこで民族自決権の承認に反対し入れられなかったため大会から退場した。ポーランド社会民主党は1906年に党に加入したがその時にもその後にも の修正を要求していないな大ロシア人的民族主義は、あらゆる他の民族主義とも同じように、ブルジョワ国で、どの階級が主位を占めるかに従って、いろいろな局面を経過するであろう。1905年まで、我々のところに見受けられたのは、ほとんど反動勢力の民族主義だけであった。革命後には、民族主義的自由主義派が生まれた。しかし今後、 大ロシア人の民族主義的民主主義派が発生することは避けられない。1905年以後に強く現れてきた非抑圧民族の間での民族主義の勃興は必ず都市と農村における大ロシア人のショーブルジョアジーの民族主義を強めるであろう。このような事情はロシアのプロレタリアートに対して二重の任務、もっと正しく言えば二面的な任務を与える。すなわち、 第一に、あらゆる民族主義。何よりも大ロシア人的民族主義と戦うこと。一般に、あらゆる民族の完全な同権を認めるだけではなくて、国家建設の点での同権、すなわち民族自決権、分離権を認めること。次に、それと同時に、すべての民族の、あらゆる民族主義との闘争を有利に進めるために、 ブルジョアの民族的分立の傾向に反対して、プロレタリアの闘争とプロレタリアの諸組織の統一を擁護し、それらを国際的統一体に緊密に結合するように戦うこと。第一次世界大戦が始まると、レーニンはそれを帝国主義戦争として捉え、民族問題についても帝国主義論の観点から捉え直した。1915年秋に出版された小冊子。 社会主義と戦争では、資本主義は、封建制度との闘争の際には諸民族の解放者であったが、帝国主義的資本主義は諸民族の最大の抑圧者に変わったという認識が示された。1916年4月に発表された、テーゼ、社会主義革命と民族自決権は、帝国主義は、資本主義の最高の発展段階であるという認識に、基づき、 民族自決権の実現を社会主義革命と結びつけた。また、民族自決の観点から3つの主要な国家型を区別した。西ヨーロッパの先進的な資本主義諸国とアメリカ合衆国。植民地や国内で他民族を抑圧している。東ヨーロッパ、すなわちオーストリア、バルカン諸国及び特にロシア。20世紀が ブルジョア民主主義的民族運動を特に発展させ、民族闘争を激化させた。民族自決権の承認が必要。中国、ペルシア、トルコのような反植民地諸国とすべての植民地。ブルジョア民主主義運動は一部で始まったばかり。民族自決権の承認だけでなく、帝国主義諸国に対する闘争を援助しなければならない。ありがとうございます。